はい、こんにちは、比較ゲームズです。今日もですね、ウニゲレバープリ2020最新をやっていきたいなと思います。今回はですね、セリエ A ファンドチョイスレベマ比較やっていきたいなと思っております。はい、これはですね、結構いいガチャ、まあファンドチョイスの中だとプレミアと並んですごくいいガチャではあると思いますので、まあ無課金の方にはやっぱりちょっと厳しいんですけど、はい、今回ぜひ悩んでいただきたいということでがっつり解説持ってきました。で、全員ですね、がっつり解説やってると長くなってしまうので、ピックアップ選手プラス最後にですね、レベマ比較は全員分出してますので、ぜひそこまで確認していただきたいなと思っております。で、今回も5段階評価ですね、まあ、あくまで僕の独断と偏見になるんですけどやっていきますので、よかったらチェックしてみてください。ということで早速いきましょう。レッツゴー。はい、まずはですね、 B 評価、基本的には使わないが希少性や他にない特徴を持っている選手ということで、はい、ジェルビーニョ選手ですね。ジェルビーニョはまあ元々ですね、黒玉で金に落ちてしまったんですけど、また黒玉で戻ってきたということで、はい、この画像でピンときた方はウイレアプリ古参ユーザーですね。はい、で、能力で言うとスピードが鬼高くて、ドリブル94、ダブルタッチ持ちっていうのもすごく嬉しいですよね。なのでここに関しては圧倒的な特徴ではあるんですが、まあこういうタイプって割と多めではあるのと、まあコンアンコだったりすることを考えると、ちょっと積極的に使う感じではないのかなとは思いましたね。ただ僕目線で言うと結構記念でも欲しかったりする選手ではあると思いますので、僕は割と欲しいですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、同じく B 評価、クアリアレル選手ですね。この選手36歳って冷静にめちゃめちゃすごいですよね。この前もすごいゴラスを決めてたんですけど、能力で言うと本当にバランスがいいですね。まあめちゃめちゃ欠点みたいなところはなくて、すごく平均的に高いので、はい、スキルもいいし、根幹も逆足系も安定してますので、いや A にしようか迷ったんですけど、いやでもね、 A にするってなるとやっぱりもう一つなんかね、決定的な特徴が欲しかったなっていうのと、まあスペシュンがちょっと低かったりはするので、まあこのあたり考えると今回は B ぐらいが妥当なのかなって思いましたね。ただこのバランス力はすごく魅力なので、ぜひ当たった方一度は使っていただきたいですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、 A 評価、能力がそこそこ高い選手、ライブアップデート B 上であれば使いたい選手ということで、一発目富安選手ですね。いや来ましたね。もう日本人がこのね、ファンズチョイスに搭載されてるだけでもう僕の心もファンズチョイスって感じなんですけど、はい、日本人ロマン枠とかではなくて普通に優秀なので選ばせていただきました。強化度に関してもこのガチャトップクラスですし、ディフェンス系安定しててスピードやパス系も普通にあるので全然強いなって思ったんですよね。スキルもですね、マンマークインターセプト持ってて、ピンクロも追加されてますので、こちらもね、欠点ない選手ですよね。まあライトサイドバックで見せつけてサイドバックで使う人が多いのかなって印象で、ライブアップデート良ければ十分通用するレベルだと思いますね。で、以前のですね、冨安と比較していくと、今回ボールダッシュの強化っていうのは熱いんですけど、ディフェンスセンスもろもろやっぱり習慣の方が強いですかね。まあ前回もスキル追加されてましたし、スキル面は同じってこと考えると、まあ前回なのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、 A 評価、アレハンドロゴメス選手ですね。この選手もフィジカル面以外は非常に優秀ですよね。特にですね、ドリブル系は素晴らしくて、身長はですね165と低くてこのドリブルの数値なので、かなり軽くてドリブルはしやすいのかなと思います。まあただドリブル系スキルがないのだけはちょっと残念なんですよね。しかもこの選手スキルが豊富でスキル追加できないので、そう考えるとちょっとここは難しいところですね。まあ他で言うと適性広くて逆足ともに4ですし、長所もかなりいいので、はい、まあ評価難しいところであるんですけど、ライブアップデート良ければ僕は全然あるなって思いますよね。はい、で、以前のですね、アレハンドロ・ゴメスと比較すると、まあ前回が習慣なので、今回は完全介護感という形なのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね、 A 評価、ベロッティ選手ですね。いや FP 初登場なんですけど、昔僕ね、ローマのペロッティって選手がいるんですけど、ペロッティとベロッティ同じ選手だと思ってて、はい、コメント欄でボロクソに言われましたね。はい、センターフォワードで決定力95を超えてるのすごく熱いですし、スピードやオフェンスセンスもありますので、この選手の一番の魅力はやっぱりフィジカル面なんですよ。フィジカルコンタクト89に、ヘディングやジャンパーあたりも高いので、ここまでできるラインブレーカーってなかなかいない。うん、フィジカル面も含めて超万能型ストライカーなのかなと思います。で、スキルも幅広くありますし、いやー僕はベロッティかなり可能性は感じてますね。まあただコンディション安定度5なので、まあライブアップデートは割と気にした方がいいとは思ったので、はい、今回は A 評価という形にしましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね、 A 評価、ピョンテク選手ですね。久しぶりに FP 登場しましたね。で、今回ミランで出てきてるんですけど、つい先日ヘルタベルディンへの移籍が発表されましたので、このユニフォームが見られるのは最後かもしれないですね。で、能力値結構やばくて、オフェンスセンス決定力95超えていて、さらにですね、ボックスストライカーながらスピードやフィジカル面もしっかりあるので、能力値の水準が非常に高い選手ですね。で、実はですね、前回ミラン CS の時は A プラにしたんですけど、今回 A にしていて、その理由がですね、今回移籍したヘル
タベルギンっていうのが非搭載クラブなんですよね。なのでピョンテク自体はいなくならないんですけど、おそらく今後ライブアップデート適用外になるはずで、そうなると常に C 固定なんですよね。で今後7なのでもちろん C でもいいんですけど、他の選手でライブアップデート B 以上いたら多分そっち優先されちゃうかなって思ったので、はい、今回は A プラではなくて A にしたって感じですね。で以前のですねピョンテクと比較するとオフェンスセンスだけは残念なんですけど、その他全て上昇してますので、能力値に関しては基本的に今回の方が強いでいいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、ここからはですね A プラ評価、能力が非常に高くガチスカ級選手、ライブアップデート C でも使いたい選手ということで、一発目キエーザ選手ですね。いや今週の隠れあたりなんじゃないかな。まあもはやみんな話題にしすぎて隠れてない説もあるんですけど、まあ、まずはですねスピードドリブルが特化していて、そこにですねパスがですねスキル能力値含めて優秀ですよね。でさらに自分で決めきる力もあるので、スタミナ94とかこのあたりも含めて相当強いと思うんですよね。てかねスキルが結構いい。ワンシュースルーパス、ピンクロ、チェイシング、ミドルシュートダブルダッチ、めちゃくちゃいいね。あとはワンパとかルーレットとかつけるのもまあありかなって感じですね。で適正のところで言うと両ウィングと両サイドハーフあるんですけど、まあ多分サイドハーフとかで使っていただくのが一番いいと思いますね。で育成はですね、まあ、20万弱でちょっと大変なので、まあここは頑張りどころって感じかな。でプレイスタイル比較すると、まあ、トップ数値もですねこの中でも結構あったりとか、大きく低い数値がないので本当に欠点がない選手ですね。はい、さらにですねこれ見て新たに気づいたんですけど、アグレッシブネスとかもめちゃくちゃ高かったりするので、意外と前線からのディフェンスも期待できることを考えると、いやー僕すごい可能性感じる選手ですね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、まあ、隠れ当たり的なポジションなのかな。 A プラ評価、ペターニャ選手ですね。いやこの選手も半端ない評価されてえげつない感じで出てきましたね。非常にですね高いオフェンスセンスにフィジカルですよね。フィジコン99、ここ完走してんのめっちゃ魅力的ですね。で他もですね、なんかこういうタイプって大体スピードめっちゃ遅かったりするんですけど、意外とスピードも悪くないしパスも悪くないということで、ワンパもあるしポストプレイヤーとしては相当優秀なんじゃないですかね。さらに左利きということで、ここもまあ希少性というかそういったところもあるのでいいんじゃないかなと思っております。でポストプレイヤーで比較するとこう見てもめっちゃ優秀で、まずフィジカル面はトップですし、オフェンスセンスがですねジェコと並んでトップということで、いやここもいいですよね。まあ決定力あるので、得点能力で言うとさすがにジェコなんですけど、ペターネはスピードもしっかりあるので、能力面で言うとジェコと同じかそれ以上の可能性は秘めてる選手なのかなと思っております。ということで次行きましょう。はい、次はですねインシーネ選手ですね。まあ先日中間で出てきたばかりですけど、まあ強いです。ドリブルがトップ強化されて、今回ドリブル最強インシーネが登場しましたね。フィジカル面がですね非常に低いんですけど、それ以外はドリブルは普通に高いですし、さらにドリブルだけじゃなくてパスもできちゃうのが強いんですよね。で身長もすごく低めなので、ゴメスよりももっと軽いイメージなので、ドリブル上手い人が使うと本当に止められないって感じはしますね。まあスキルとか長所、あとは適正のところも非常に優秀なので、まあ言うことないかな。まあねちょっと気になるのは、 PS4 でめちゃめちゃ上手いウディさんとかはやっぱフィジカルが相当気になるっておっしゃってたので、ここは使ってみて結構気になるところではあるかもしれないですね。まあスパサブで言うとこんな感じのえげつない能力にはなるので、ぜひですね使っていただきたいなと思います。で以前の同盟比較すると、これ非常に難しいんですけど、今回ドリブルが最強インシーネであることは間違いなくて、どうだろうな、 CS 版よりは強いけど周回よりは微妙っていういつものパターンですかね。まあただこれ好み分かれると思いますので、ぜひこの表を見ながら考えていただきたいなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね A プラ評価、ルカク選手ですね。まあルカクはそんな説明しなくていいですかね。安定の大当たり組ということで、まあかぶりリスクが高いのがちょっと気になるんですけど、まあぶっ壊れに近い数値持ってますよね。はい、この得点能力とフィジカル持ちながらスピードもあるということで、今回スキル追加ミドルシュートされてますので、ミドルシュートされてるおかしいな、今回スキル追加でミドルシュートが入ってますので、ここもすごく嬉しいですよね。まあ若干重たいのでここちょっと好みは分かれるんですけどね。はい、で同盟比較していくとすでに4回来ていて、いやこれ比較むずいんですよね。1回目の CS とは能力同じでスキル追加あるので今回のが強くて、2回目の CS でいうとスピード取るか決定力取るかってところなんですけど、これは好みだけど僕は決定力かなって感じなので僕は今回ですので、最後阿波踊りルカクはやさすがに習慣なので阿波踊りルカクですね。はい、そんな感じで考えていただくといいのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね A プラ評価、ジェコ選手ですね。いやジェコ来ちゃったか、めっちゃ強いんだよなこの選手も。ついにこの男がですねみんなの手元に渡るって思うと僕も胸熱ですね。僕結構普段使うんですけどめっちゃ強いです。で能力はですね圧倒的な得点能力とやっぱり当たり負けない強さもありますよね。さらにですね意外と足元もあったりするので、はい、この辺がすごく魅力的な選手というか、まあポストプレイヤーとの噛み合いがバッチリって感じですね。はい、ワンタッチパスを持ってたりとか逆足系もともに4なので、はい、この辺りの万能さっていうのも分かりますよね。で以前のジェコと比較すると決定力下がってるんですけど、
まあ基本的にはスーパーサイヤ人ジェコになってますので乗り換え安定なのかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次はですね A プラ評価ナインゴラン選手ですね。来ましたね。優秀なフォワードで溢れる中、少ないミッドフィルダーの中で輝きを放つのがですねナインゴランということで、で能力で言うとまあ超バランス型のミッドフィルダーということで、まあ特にスタミナとか守備面が魅力の選手ですね。まあ能力、根腕、スキル、長所ともに優秀なので、まあガチスカ候補に間違いなく入ってくるのかなと思います。で以前のですねナインゴと比較していくと、まあ攻撃的な数値っていうのは割と下がってるので、まあどっちかというと習慣ではあるんですけど、ただ今回ですね大きな差はない印象なので全然いいなとは思いましたけどね。はい、ということで次行きましょう。はい、次はですね A プラ評価インモービレ選手ですね。まあ今週 A プラ評価の中だったら多分一番いいですし、やっぱインモービレめっちゃ強いなっていうのはありますね。僕もよく使うんですけど、マジで得点決めるし、なんだろうな、まあ全体的な数値が高いっていうのもそうなんですけど、 AI が非常に優秀な感じもしますよね。はい、で今回ですね CS の強化って感じで、強化幅はそんなにでかくないんですけど、トップ強化が決定力なのは嬉しいですよね。で能力面はその他も安定していて、やっぱりはラインブレーカープラスワンパ持ち、これが素晴らしいですよね。で以前のですねインモと比較していくと、まあ前回が習慣なので総合的にも能力的にも前回ですね、まあいくつか上がってる数値もあるのでめっちゃ弱いって感じではないので、今回当たった方も十分使えると思うんですね。はい、ということで次行きましょう。はい、最後はですね S 評価ぶっ壊れ選手、誰が見ても大当たりの選手ということで、はい、ロナウド選手ですね。まあロナウドに関しては説明不要ですよね。もう超優秀です。はい、で僕今回アイコン一番好きかもしれない。はい、めちゃめちゃ好きで、今回のトップ強化で言うとフィジカルコンタクトがプラス4って感じです。で以前のロナウドと比較すると、まあここはちょっと悲しいんだよね。フィジカルが最強ではあるんですけど、正直今までの中では一番微妙かな。 CS 版とはちょっと悩むんですけど、僕の中では CS の方が強いかなって印象あるので、はい、今回がちょっと微妙だなって僕は思ってますね。はい、僕このロナウドしか持ってないんですけどね。はい、ということでここまでですねピックアップ選手全員紹介させていただきました。で最後にですね6名かな、その他の選手軽く解説していきたいなと思います。でまずはファルコ選手ですね。この選手スピードとドリブルが特徴のチャンスメーカーで、強化の高いスキル追加もすごく嬉しいんですけど、懇願能力ともにですねもう2ステージくらい高ければよかったかなっていうところなので、はい、今回はちょっと厳しいですかね。はい、で次がですねミゲウメロゾ選手ですね。この選手パスが非常にうまい DMF で、ドリブルなんかも高かったりとか適性がめっちゃ優秀ですよね。後ろのポジションはいろいろできたりするんですけど、まあ DS 系能力はちょっといまいちなので、どこで使うのがいいのかなって迷ったりするとあんま使われない印象ですね。はい、次はですねドンナルンマ選手ですね。あのドンナルンマとは関係ないんですけど、この選手スピードや得点能力、考案などは非常に魅力的で、ここいいんですけど、フィジカル、パス、ドリブルがですねその代わりにちょっと低めなので、激戦区のラインブレーカーの中だとまあちょっと厳しいかな、そんな印象ですね。はい、で次がですねおかか選手ですね。おかかっていうとね僕おにぎりの具のおかかしか思い出さないんですけど、この選手ペターニャと同じくポストプレイヤーでフィジカルカンスト、ここすごく魅力的ですよね。なんですが、パス系がですねかなり低いのと、スキルもうちょっと惜しかった感あるので、ピックアップ以外の中だと正直かなり優秀なんですけど、難しいなって感じですね。はい、で次がですねベラルディ選手ですね。でこの選手スキル能力ともに安定感は非常にあるし、特にですね今回スキル追加分も含めてスキルは超優秀ですよね。でただ能力があと一歩かなっていうのと、コンディション当ての4なので、まあ、ガチスカで使うかって言われたら難しいですね。はい、で最後がですねクワメ選手ですね。個人的にはピックアップ以外だと一番使ってみたい選手で、デコイランっていうのはすごく希少ですし、スピード瞬発が特化してたりとか、スキルもですねワンパルーレと思ってたりとか優秀だったりするので、僕はすごく面白いなって思いましたね。まあ、ただ能力値がですねスペシュンとあとドリブル以外はそんなって感じなので、はい、まあ、めっちゃ当たりではないですけど、ピックアップ以外だと僕はすごく魅力的には感じましたね。はい、ということで今回ですね20選手一気に比較させていただきました。多分動画長くなっちゃったな。はい、これを参考に引くかどうか判断していただけたらすごく嬉しいなと思っております。いいと思ったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いいたします。ではですね今回の動画以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日も動画見てくれてありがとうございました。本日の選手能力クイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングに答え書いてますので確認してみてください。では、また明日皆様が CS ガチャで神引きできますように。ナマステ。